エセニカ商品番号 B012-1、中国のダイニングテーブル、そして椅子の4脚のセットです。こちらは約10年ほど前に上海で、お求めになったお客様が、お使いになった後当店にお譲りいただき、その後約1年後ぐらい、当店で店頭販売陳列をしてきたものになります。天板中央は、4枚ぐらいの板を横方向に剥ぎ合わせて1枚の板にしております。そのため木の継ぎ目部分に多少高低差があり、そこが長年使うことによって塗装が落ちて色が白っぽく見えているところ、そのようなところが見られます。その他の部分については側面や足、こういった彫刻の部分などは非常にコンディションが良く、ぐらつき、歪みなどほとんどありません。一方、主に天板部分は、長い間お使いになった間に、細かい傷やへこみ、そういったところが随所に見られます。ただし、通常の使用においては問題がないレベル、アンティークとしては味があるというふうな言い方ができると思います。今映っている部分は木の継ぎ目のエッジ部分が塗装が薄れて白っぽく見えている部分、その他に、小さな木の節の部分があったところなんかにわずかなへこみ、あとは塗装が少し薄れて線のように、白っぽく見えている部分、そういったところがございます。また天板の角、エッジ部分ですね、縁、ここはやはり長い間お洋服とか体がぶつかりますので、それなりに塗装が落ちて色が薄くなっています。側面はほとんど傷はないんですが、わずかに椅子がぶつかったりしたでできたであろう細かい傷が多少見られます。テーブルの天板の裏、また彫刻部分は先ほど申し上げたようにとても状態が良いです。続いて、テーブルにお付けする椅子4脚のご紹介です。テーブルに比べると木が柔らかく、またできた時も、ずっと新しいものになります。ただ木が、少し柔らかい分、ぶつかった時に傷ができやすいとか、そういったことがあるように思います。彫刻部分なども機械彫りです。手がよく触れたり足が当たるようなところ、そういったところは塗装が落ちやすくなってますね。色が薄くなっていたり削れてしまっているような部分も随所に見られます。今映っているのは、椅子の座面の手前です。より人が触れる部分ですので、塗装がだいぶ落ちています。ただし、座り心地は大変よく、椅子との高さのバランスもとてもいいと思います。続いて椅子の座面、布張りの部分です。こちらはやはり10年ぐらい使ったために、また生地もベージュと色が薄いので、汚れが大変目立ちます。張り替え、などをなさるのが一番いいと思います。作業としてはそれほど大変ではないようなので、さほど道具も高価なものは必要なく、ご自宅でできると思います。座面のクッションは、簡単に抜けまして、抜くと、こういう金属製の、ブレースが、四隅に、四つ角に打ってあります。裏返してみますと、このような形で金具が取り付けられています。これで、座面の板および人の体重を支えているということになります。座面のクッションとその裏側の板を外しますとこのようになっています。釘で、止めてあります。これを外せば、布の張り替えは容易だと思います。また今貼ってある生地の上から直に布を貼って、タッカーという、大きなホチキスのような機械で、生地を引っ張りながら止めていくというようなやり方も可能ではないかと思います。この座面の板を戻す場合、生地を貼った後ですが、本体の枠に
このように、はめて上から押さえるだけという実に簡単なスタイルになっています。以上で、こちらダイニングテーブルおよび椅子の、コンディションおよび、お手入れの方法などについて簡単にご紹介いたしました。